2012年のマーチングドラムの発売以来、多くの USA トップドラムラインとの交流を通して得た情報を生かし、近年の軽量化、固定力、安定性が重視される状況に対応するために開発を重ね、2021年新たなラインナップが誕生しました。フィールドスターは既存モデルのスペックを細部まで見直し、プレイアビリティを大きく向上させたシリーズです。従来のテナードラムでは若干タム同士の間隔が広く設定されておりましたが、新しいレイアウトではタム同士が近くなり、タム間の移動が楽になりました。特にテナードラム特有のテクニックであるスクレープやスイープの際にリムに当たることを軽減でき、よりスムーズで音楽的な演奏を可能とします。シェルは32ミリ幅のレインフォースメントリングで補強されたメイプルシェルを採用しています。音抜けが良く、明るい、オープンなサウンドが特徴です。タマのドラムのシェルは製造技術の高さから常に深淵で耐久性の高いシェル構造のため、輪郭がはっきりとしたサウンドが得られ、大編成の団体でも存在感を損なうことがありません。ウッド製シェル本来の豊かな響きが最大の特徴です。ラグには軽量で強度のあるアルミダイキャストに加え、6ミリ径のテンションボルトを使用することでハイピッチチューニングに耐えうる強度の高い設計を行いました。フープには安定したチューニングの得られる 2.3 ミリ圧のスティールマイティフープを採用しています。8インチから14インチのタムタムと6インチと8インチのスポックの組み合わせによるクイント、セクステッドをラインナップ。ラージセクステッドには標準的な深さのレギュラーサイズのほか、近年一般的になったコーデプスと呼ばれる標準よりも深いシェルサイズをラインナップしています。カラーは新色のディーパーパープル、モルテンエレクトリックブルーフェードを含んだ計15色からお選びいただけます。タマのキャリアとスタンドは他にはない特殊な機構を備えています。セーフティーロックシステムにより、キャリアで楽器を保持したまま走っても踊っても楽器がキャリアから脱落する危険性がありません。同様のロックシステムがスタンドにも装備されているため、非常に安定性が高く、安心して演奏に集中することができます。また今回パッド部分が変更になりました。今までよりもパッドが分厚くなったため、体への負担が軽減されるようになりました。ドラムキャリアをする際に最も負担がかかる背中の部分に加え、ドラムを支える腰の部分にもクッション性の高い厚めのパッドを採用しています。また胸元、肩から背中にかけてのアームのアングル、ドラムを取り付ける J バーや腹部のプレートはプレイヤーの体型に合わせた最適な調整を可能にしました。スタンドにはポジショニングバーが装備されており、これまでテナードラマの悩みであった楽器をスタンドに置く際に楽器を持ったままスタンドの調整を行う必要がなく、大変嬉しい機能となっています。テナー本体を下から支えるサポートバーは演奏中の揺れを軽減します。タマの全てのスタンドは楽器の重心がスタンドの中央に来るため、安定性が高く安心して演奏ができます。テナースタンド上段の取り付けバーは折りたたみ可能で、運搬の際にはコンパクトに収納できます。タマは常に革新的で魅力的な製品をラインナップしています。ぜひチェックしてみてください。